町の中心部からだいたい30分ぐらい山側、北側の方に、車を進めてきたわけなんですけども、まあ、これずっと後ろに、ま、北上すれば吹屋ふるさと村というね、ベンガラ造りの建物があったりとか、まあ、鉱山とかそういう昔ながらの、ものがあったりするんですけども、まあ、その手前にちょっとね気になるスポットがあるので皆さんにご紹介しようかなと思います。まずはじめがこちらです。もうこの下にはね、あの、うわ、ものすごい高いな、沢が流れてます。葉山系というね、場所でございます。何これ珍百景に登録。車が入ったらものすごいあの反響音がするんですけども、この穴、ものすごい感じになってます、さっき車が入ってたのがおそらくここだと思うんですよね。このずらーっと行って、でその横に道がねあるようです。迷いそうな感じもするんですけども、いけるかな。あんましこういうところは入りたくないんですけども、ひんやりしてます。腰もかがめないといけないぐらいな、感じになってます。おお、コウモリが。おお、大きな虫が。
で、まあ、普通にこの洞窟、車が通るところはこんな感じで綺麗に穴が掘られてます。先ほどのところは本当にかがまないと通れない、もしくは人が通るのがやっとのような感じでございます。この上にもね、なんか岩を下ろすようなコンベアかな、なんかそういうような雰囲気の、よく鉱山で見るような感じのものが設置されています。先ほどの葉山系から5分ぐらい下に行ったところに鉱山があるということで、ちょっと今その近くまで来てるんですけども、この先にあります。 Google マップでもね、その鉱山跡っていうのも、記されてまして、まあ口コミ、まあ、写真あったりで、まあ、歴史的な分野でも人が訪れるということです。ここですね、まだその建物が残ってます。立派な機材があります。ここでおそらくその鉱山で採れた産物をトラックで積んで降りてたのかなと。すごいですねこれ。まああそこから、あそこから見えますかね、なんか砂が、固まった砂がね、なんかコンベアから流されてるのかちょっと分かんないですけど残ってます。おそらくこの先ほど通った、道なんですけども、この場所からこの鉱山の、坑道、採掘する、場所に行くのかなと思います。今はもう完全にね、草木が生い茂って入りにくい感じになってますけど、ここから上に行ってたと思います。車が1台通れるかぐらいの感じです。
おそらくねこの石なんですけども、まあ、こんな感じで置いてあったのかなと思います、まあ、おそらくあのここに車が、まあ、トラック昔のトラックが、出入りするために、まあ、ここにはまってしまわないように、石が設置されていたのかなと思います。はい、というわけで今日はこんな感じでお届けいたしました。今はね管理されてなくて、特にあの立ち入り禁止とかなんかそういう仕切りみたいなのはないので管理されてないような感じでございますけども、実際にあのここに訪れて写真を撮ったりとか、歴史的な観点から、まあ、見に来られる方も多いと聞いてます。まさかこの Google マップに、載ってるとは思いもつきませんでしたけども、本当にあのその当時の何て言うんですかね、こういう発展力ってのを感じました。もうこの機械とかも初めて見ましたね。この遊具のような本当にあの立派な機材ですけども、ありがとうございました。またあの次回もよろしくお願いいたします。この動画をいいと思ったらグッドボタン、悪いと思ってもグッドボタン、チャンネル登録もよろしく。スピチューブ、インスタグラム始めました。お得な情報、プレゼント企画はこちらから、フォローよろしくお願いします。